はいどうも、フラちゃんです。じゃあ本日は、デルメゼレベル4の討伐者、その一部の人間が、マクロコントローラーとか、で、あとはマクロを使っていることが判明してしまって、遅延上しているということで、今回はマクロについて解説していきたいと思いますので、ぜひとも参考にしてみてください。まあ簡単な話、マクロっていうのは、自動化ツールのことですね。なぜ炎上してしまっているのか、何がいけないのかということで、解説していきたいと思います。というわけで早速やっていきましょう。はい、というわけで早速やっていきます。で、今回どのような感じでプチ炎上してしまったかっていうと、一部そのデルメゼのレベル4の討伐者っていうのが配信上でマクロコントローラーみたいな、まあそういったものを使用しているということで、一部界隈でかなり炎上しているんですけども、まあ結構コメント欄の方にフラちゃんの方にもまたボットみたいなような感じで、この人のコントローラーがとか、この人はマクロを使っているとか、なんかいろいろ来たんで、調べてみるとどうもそんな感じで、配信中にマクロを使ってしまったことによって炎上している人がいるらしい。で、今回どのようなマクロを使っていたかっていうと、コマンド入力マクロみたいな感じっすね。ドラゴンクエスト10の戦闘って自分のターンが来ると攻撃であとは呪文でその下に特技みたいな感じで、なので特技を入力するときに、例えば天下無双をしたい、そういうときに下 A ボタンを押して、でさらにそこから特技を選んでもう一回 A ボタン、まあそんな感じで、まあ結構こうコマンドを入力しないと天下無双を一つにしたって、まあ、結構こうめんどくさいわけですね。特に今回なんかはデルメズレベル4なんかは魔物使いと武闘家が攻撃役なんで、魔物使いに関しては無知の特技の都合上コマンドを早く入力できた方が、まあ、結構得な場面っていうのは多いわけですよ。まあ、技やってる間に次のターンが溜まるんで、他の職業たちと違って早く入力したところで次のターンが回ってこないから結局攻撃回数が変わらないということではなくて、素早さが足りてしまっているんで、早く入力できれば入力できた分だけ攻撃ができるみたいな感じなんですね。また最近なんかはマーシャルピアス、まあ、出ましたよね。こちらこれでターン消費なしが来るんで、まあ、なので結局まあ武闘家にしかり、やっぱ早く入力できた方が攻撃回数は増えるということで、でそのコマンドを早く入力するためにコマンド入力マクロ、まあ、下 AA みたいな感じでワンボタンでピューッとこうもう 0.1 秒ぐらいで選択できるような、人力プレイではありえないような速度で入力できる機能、まあ、それを今回とある配信者さんが使っていたということで、まあ他にもマクロといえばいろんなものがありまして、例えば同じくその配信者界隈で結構ちょっとこう炎上してるというか、いろいろ指摘があったのは画面引きマクロってやつ。まあこれは遊んでいるデバイスによっていろいろやり方は違うんですけども、自分なんかはプレステーション5で遊んでる。で、プレステーション5って画面を引くためには、まあこんな感じに引くのが一般的じゃないですか。まあこうやってね、キャラクターをさ、こう上から見るような感じで。で、こうやって画面が近かったら、まあこんな感じで。まあ、結構めんどくさいっすよね。戦闘中にこんなことやってられんということで、まあ、実はプレイステーション5とかでも、キーボードの10キーの3ボタンを押すことによって、まあ、こんな感じにできたりとか、まあ、とはいえどコントローラーから一瞬手を離してしまうので、まあ、かなり現実的ではないんですけども、ところがパソコンとかでやってる人にとっては、ま、いろいろこう、マクロ機能を使って、コントローラーを持ちながらでも、このような感じで画面引きということで、これをやりやすくする画面引きマクロっていうのを使ってる人もいるし、まあさっき言ったコマンド選択マクロ、まあ勝手に言ってるだけなんですけど、まあそれとか、でその他にも ACT とか、この辺なんかパソコンでドラゴンクエスト10やってる人なんかは、まあ結構やってるんじゃないかって言われてることらしくて、ACT って要はなんかこうドラゴンクエスト10ってスクルトの時間は2分だけど、いつ切れるかがいまいちわかりにくいとか、まあね、スクルトのアイコンが点滅したらあと15秒ぐらいで切れるんだなっていうことはわかるんだけど、ただそうなってからでは遅い場面って結構あるじゃないですか。なのであらかじめいろんなバフの切れる時間とかいろいろこう分かりたいわけですよ。まあ、ドラゴンクエストなんて敵の HP なんて分かんないし、敵のモードだってもう調べてみて、でそれでこういろいろ自分で覚えて、で見ながらこう照らし合わせていくしかない、まあ、結構こうめんどくさいですよね。結構シンプルめに見えてかなり複雑なのがドラゴンクエスト10の戦闘。それをかなり簡単にする ACT と呼ばれる。それを使うことによってスクルトの時間とかフバーハの時間とか、で、その他にも物によっては敵の HP、敵のモード、敵の AI、まあ、行動回数ですね。そういうものを可視化することができるらしいんですね。なので、フラちゃんが普段から配信でやっている、あ、なんか今 AI2 じゃね？あ、やべ、3だったわとか、で、あとは、あ、よしよし、HP ようやく黄色いったみたいな、で、あとは、まあ、黄色まだかみたいな、そう言ってるのではなく、HP とか可視化して見えるんで、
あ、もうちょいあと3発ぐらい攻撃したら黄色だなって分かったりとか、あ、今 AI いくつだろう、あ、今3かみたいな、まあそうしたらもう一回攻撃差し込もうかとか、そういうことがやっぱやりやすくなるわけ。まあこれは別にマクロを使っていなくても一応人力でもできることなんですけども、まあ結構大変ということで、まあ、それを簡単にする機能ですね。まあその他にも福引き回したりとか、まあ簡単なマクロはあったりとか、まああとはボットとかですね、盗み金策を自動でやるボットとか、職人をやって納品までやってくれるボットとか、まあいろんなマクロっていうのがあるんだけども、まあ今回は主にその画面引きマクロとコマンド選択マクロ、まああとは ACT の方もちょっと触れられたりしてて、まあこの3つが今回炎上してる要素というわけ。まあこれに対してフラちゃんが言えることとしては、どうでもいいね、どうでもいい。はい。なんか正直誰がどうやって倒そうとか、もうそんなん自分にはあまり関係がなくて、結局なんか自分が倒してるか倒してないかっていうことでしか、なんかいまいち俺は考えがつかないというか、それしかあんまり思ってないので、別に誰がどう倒そうとか、俺はあんましなんか何も思わないんで、まあ、どうでもいいんですけども、結構やっぱそのデルメゼレベル4をまだ倒せてない人とか、そういった人からすると、やっぱりこう、そいつらが倒してるのはマクロを使ってるからずるいみたいな発想が出るんですけども、なんかよくよくいま一度考えてみると、誰がどう倒してるかもうよく考えたらどうでもよくないですか。別にデルメゼイオン倒してもうまい報酬がもらえるわけでもないし、結局なんかバージョン 6.5 後期のうちに倒しておきたいっていうのはあるんだけども、まあただ結局それは自分自身だけの話であって、全くこう他人っていうのは関係ないというか、なんていうんですかね。まあいろいろ言葉で説明するの難しいけども、まあどうでもいい。まあそうは言ったんだけど、まあでもやっぱりマクロを使ってる人と使ってない人、その人たちが討伐しました。その2種類のプレイヤーが使ってる人と使ってない人。じゃあどっちがすごいか、尊敬できるかって言ったら、そりゃ使ってない方の方が尊敬しますよね。まあ、確かに使ってる人が倒したところで、はーん、あ、まあそうなんだ、まあよかったね、はいはいはいぐらいの感じだけど、使ってない人が倒したら、お、すげえ、マジか、え、ちょっと教えてくださいよみたいな、まあ、そんな感じになります。まあなので結局なんかその2つの差ぐらいしか俺はなくて、別になんかずるいとかそういう感じはないっすね。あんまり本人がまあ楽しければいいんじゃねえぐらいの感じでね、別に基本ゲームバランスを崩してるわけでもないし、まあ本当になんか、まあちょっと例え違うかもしんないけど、めっちゃ強い敵がいて、なんかこう攻略サイトをめっちゃ見て、で誰かの真似をして勝った人と、で自分でいろいろやり方とかを考えて倒した人みたいな、結局同じ倒したではあるんだけど、後者の方がなんかこうちょっと尊敬するというか、攻略サイトガチガチに見て、でそれでこうね、いろいろ敵の情報とか可視化して倒すよりも、やっぱりこう自分でいろいろ研究してやった方が、なんか同じ倒したとはいえど、そっちの方がすごいような感じはするっていう、まあそういう感じ。ちょっと例えは違うかもしれないけど、まあ別に攻略サイトを見たからっつってずるいわけでもないし、まあなんというかなっていう、まあ本当にただそれだけの話。まあただやっぱ普通に考えたら、なんかマクロ使ってバレたら世間的にはなんかこう非難を浴びそうな感じっていうのはわかりますんで、まあそれをちょっと配信でやってしまったのは少しあれなのかなっていう、まあ、もっとこうバレないようにするべきだったのかなっていう感じはする。で今回そのちょっと言われてる人がスクエアにちょっとこう直接電話したらしいんですよ。で電話して聞いたらしいんですね。でまあ普通であればね、いやもうそれはもう規約をよく読んでくださいぐらいの感じで流されるような気はするんですけども、まあ、ただなんとそこでね明確な答えをいただいたということで、まあ、それがコントローラーに搭載されてる簡易マクロとか連射機能はどちらも使用していいと、ただコントローラーを握らずに連射とかマクロを作動させるのはダメらしい。まあコントローラー握らずに連射とかマクロを作動させるっていうのは、まあ要は簡単な話ね、その辺にいる盗み金策ボットみたいな、まあそんな感じのことだと思うんですよね。まああとは連射コントローラーとかもあるんで、そういうのは OK だよっていう。まあただコントローラー握らずに作動してしまってはダメということは、連射コントローラーであったとしても選択バサミで A ボタンを固定したりとか、そういうこともダメみたいな感じになってしまうんで、結局なんか運営が規約でダメって言ったからっつって、じゃあ洗濯バサミもダメなのかって言われたら、まあそうじゃないじゃないですか。確かに洗濯バサミで連射コントローラーの A ボタンをこうね固定してさやるのは、なんか規約的に見れば
ダメみたいな感じにならると思うんですけど、まあ、本当にそこはもうささじ加減ですよね。結構ドラゴンクエスト10のプレイヤーって規約でこう書いてあるから、もうそういうなんか全てダメみたいな、そういう考えの人結構多いんですけども、まあ、やっぱこう今回のケースもやっぱケースバイケースなんじゃないかなと思ってて、まあ、かといってもやっぱ叩かれるかそうじゃないかっていうのはまた別問題としても、まあコマンド選択入力のマクロぐらいは俺は全然なんかね、別にゲームバランス崩すわけでもなさそうですし、まあ、全然こう許容範囲なんじゃないかなと思ってる。まあ、ただ何回も言うけど、まあ、ただそれをバレてしまったらやっぱ叩かれるっていうのは分かってるんで、まあ、やっぱバレずにやるべきだったんじゃないかなって思いますね。結構他のオンラインゲームとかではマクロ機能って普通になんか OK みたいな、逆にこうドラゴンクエスト10が珍しすぎるんですよね。まあ、ACT に関してはちょっとあれかもしんないけど、まあ、ただやっぱコマンド入力マクロとか、まあ、その他にも画面引きマクロっすよ。一応プレイステーション5でもやろうとすればできるんですよ。まあデルメゼレベル4が出た当時なんか俺やってたんですけど、キーボードの点キーの3に洗濯バサミ差し込んで、でこんな感じに常に画面を最大まで引くっていう、そういう感じで、もう人力マクロって言ったらいいのかな。まあ、とにかくこうアナログな方式でね、画面を引いてたこともあるんですけども、規約的に見ればダメっすよね。ね、それはもうコントローラーから手を離して点キーを押してるわけですから、それもダメなんかと。もうこれはいいでしょってなると、もうなんか規約には確かに書いてあるけど、なんかこう許されることっていうのはやっぱあるわけですよ。結局その辺は許されるか許されないかっていうのは運営のさじ加減で、まあ我々が規約にそう書いてあるからつって、でその特定の人を叩きまくるっていうのは、まあちょっとこうなんとも言えん感じになるんで、白い目で見るならまだしも、まあそこにこう石を投げ込むのはちょっとね、こう人としてやっちゃいかんかなって思うんで、叩くのはやめよう。まあそのマクロ仕様をどう思うかは勝手にしても、やっぱそこで叩きに入るのはちょっとあれなんで、皆さん叩くのやめましょうね。というわけでいかがでしたでしょうか。今回紹介したのはマクロ使用疑惑でとある配信者さんが炎上しているということで紹介しました。まあびっくりしましたね。運営に電話したらね、なんと教えてくれるっていう。まあただ今回ね、ちょっと明確にされてしまったもんだからね、いろんなことがまたやりにくくなったかなっていう感じになりましたね。今回電話でコントローラーの標準機能以外を使って、であとはコントローラーから手を離して操作するのはダメと言われてしまったんで、これまでは結構その辺が曖昧だったんで、例えば俺なんかもキーボードの点キーの3に洗濯バサミをこう設置してね、でそれで自動的にこんな感じに画面引きマクロみたいな感じで、まあ、画面引きを自動でしていたわけですけども、当然ながらまあそういった電話があったことでそれらもダメになった。であとは前やってたんですけど、編集しながらカジノレイド祭りをやるために、まあ、足の親指で A ボタンをポチポチしながらやってたんですよ。当然それもコントローラーから手を離してのプレイなんで、ね、手じゃないですから、足ですから、もうダメということにもなりましたし、まあ結局ね、何かをこう、決定づけてしまうっていうか、追求しまくってしまうと、単純に我々がただただ遊びにくくなっていくだけなんで、まあそういったものはもう本当にね、あえて曖昧にしておくのがいいのかなとも思いました。今回本当に結局ダメかそうじゃないかっていうのを決めるのは運営のさじ加減ですから、例えば運営が配信に音楽をつけないでくださいと、別の音楽をつけないでください、でもまあつけても OK な場面っていうのはまあ確かにあったりするんですよ。別にこうね、それを通報したとしても、あ全然これぐらいならいいよみたいな、でも規約的に見たら絶対アウトみたいな、まあそういうのをね、やっぱもう世の中ってあるわけですよ。そういうのもリアルで言うところの同人誌なんかもあれ全部著作権違反ですから、基本的には。まあそんな感じにね、それで何かがねこう書いてあったとして、それが当てはまるものが全てダメになるかっていうと、まあそうでもないものもやっぱ世の中にはいっぱいあるということで、まあ特に今回のマクロに関しては、まあ本当にその代表的というか、まあかなりそういったものだったのかなって感じはしますね。規約に書いてあるものを全部ダメにしたら、例えばゴーレムの傭兵のレベル上げだってあれダメですし、その他にもゼルメアシートの使用だってダメだし、でその他にも例えばね、なんかルベランギスタイマーとかデルメズタイマーとかなんかいろいろ YouTube にありますけども、そういったものも当然ながら全部ダメ。まあなんかそういったことを言い出すと本当に揚げ足取りみたいな感じでちょっと嫌なんですけども、まあただやっぱそのような感じで規約に書いてあるから全部ダメっていうことにはやっぱ個人的にはならないと思うんですけども、まあただ何回も言うんですが、まあ今回運営から、まあ録音とかは特に
にないらしいんですけども、直々にそう言われてしまったからにはもう我々は守っていくしかないんで、あんまりねちょっとこの辺を明確にしすぎないっていうのも大事なのかなと思いました。というわけで今回の動画がためになったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それでは皆さんまた会いましょう。さよなら。